こんにちは、前回に引き続き図形への応用パート2、ね、正弦定理、余弦定理の使い方を勉強しようというお話です、ね、ちょっとね、動画が長すぎた関係でそれを分割してもう一回撮り直しました。一つずつ、ね、じゃあやっていただきたいと思います。さあ、今日の問題はこれです、前回とちょっと違うんです。タイプが、ね、図を書いてみますよ。 A、B、C、まず三角形を適当にね、まあいいか。で、A、B、C と。A、B、C 書きました。A がルート6。今度はここですね。ここですね。A がルート6。B が2。前回の問題覚えてますか？実は前回はここがこうなっとったんですよ。ね、で、ここ60度だったんです。前回は。で、こちら今度は B が45。で、この大きな違い、このすごく大きな違いがあって、実は前回のやつは2辺とその間の角が定まっている時にって話でした。実はこれ違うんですよ。2辺とその間、あれ間じゃないぞっていうことで、これとは全く違うタイプになるんです、ね、そこが今日の問題のポイントになります。いいですかね。はいさあ、どうしましょうか。どうします？さあ、とりあえず言ってみます、残りの辺はこれが C です、ね、今日も別回が結構ありますからね。この別回詰め込みすぎてね、38分なんていうちょっとね、長い動画になっちゃったんですよ、ね、見てくれた人本当にお疲れ様でした、申し訳ないと思ってますはい、行きます。で、実はこれ余弦定理でもいいですけども、正弦定理の方が簡単ですよね、これ多分ね。で、これも実はあの前回の話なんですけど、角が分かってその向かい側の辺、ね、で角とその向かい側の辺だから、この3つが分かってるから、このサイン A が分かるはずだと、ね、正弦定理を最初に使ってみると、はい、いいですか。正弦定理使ってみますよ。で、そうすると、どっから行こうか、ね、正弦定理かサイン A 分のルート6イコール、サイン45度分の、2ということで、この前の見てくれた、前回の動画見てくれましたかね、こう斜めにかけるんですよ。2サインで、ルート3、あ、ルート6、こんな感じですね。で、サイン A、こんな感じですか。ルート2分の1、ね、で、これ約分でこう3になりますね。ということで、2分のルート3、あ、やった、60度なんて書いちゃダメですよ。ダメですよ、ここで60度って書いちゃ、ね、ダメですよダメなんですよ、サインの値が2分のルート3になるのは、はい、例によって3等分、3等分の実はここなんです。2つあるんですということ、2つあるんです。120度の可能性もあるんですね。で、前回何気なく言ったことなんですけど、2辺とその間の角といえば合同条件でしたね。だから前回の問題は答えが1個しかなかったです。1組というかな、ね、三角形は1つしかできませんでした。ところがこれ合同条件になってないです。あの合同条件と同じ位置関係になってないんです、ね、2辺と挟む角じゃないっていうことは、実は答えが2つあっても何の不思議もないんですよ、ね、で、実はこういう、これ種明かししますとこんな感じなんですね。正確に書くとルート6があって45度はこのくらいかな。で、ここから長さ2で、ね、今はこんな感じで書いてます。でも実は気づいてるかな、こっち側に書いてもよかったんだ。実はここに、ここはね、二等辺三角形になるようにね書いてやれば、こちら側で2という可能性もある。だからね、この問題実は
一つが60度、こっち60度、こっちが120度というのがこの問題のからくりなんですよ。からくりなんです、ね、だからどちらが適するとか適さないとかそういう話ではなくて、これ両方あり得るんだと、そう思ってやってください、ね、でそうするとね、そうするとここが、どうですかね、これがまあ60度の場合に当然ここは75度です。75度ですよ。じゃあ C はどうやって求めるかというと、実は C を求めるのに75度は使えません。残念なんですけど75度は使えません。三角比知らないでしょね。4分のルート6引く2なんて知らないでしょね。だからこのここがね75度になっちゃうんですよ、ね、75度ということは、最後の C を求めるときにどうするんだって話になっちゃうんで、結局余弦定理使うことになっちゃうんですよね、この C を求めるときに、ね、だからこの問題もこれせっかく正弦定理でうまくいくんだけども、これはね余弦定理の方が効率的に言うと余弦定理がいいんです、ね、今のでもいいんですよ、いいんですよ。でその先を頑張ってきちんと最後までまとめてくれればいいんですけど、余弦定理を使いましょう。ちょっと消しましょう。これ分かってないです、ね、こうやっていろいろ話をするからね、30分以上のね動画になっちゃったりするんですよね。いろいろと喋りすぎちゃうんだ、性格かな。はい、いきます。 C、はい、か分かってる角は45度しかありません。だから、余弦定理、この角の向かい側2の2乗イコールでスタートします。例によってギザギザ、ね、ギザギザ2の2乗イコールギザギザホイっていう感じで C の2乗プラスルート6の2乗で6マイナス 2C ルート6でコサイン45度というふうに、ああ4か5か、C2 乗プラス6引く、はい、こうね、これルート2分の1ですね、ね、これね。ということでこれ約分できますから、これルート3が残ります。2ルート 3C、ね、あ、C がちょっと大きいな、大文字に見えるよね、こういう書いてあるね、ちょっと小文字っぽくしておきましょう。ちょっとこれも大きいな、ね、あの大文字小文字のね、あの区別が分かるように自分もやってください、皆さんもやってくださいよ、ね、で結局 C2 乗マイナス2ルート 3C で、そしてプラス2か、こんな感じで二次方程式に持っていきます、ね、でこれは因数分解は無理です。で解の公式を使って、例によってここは2がありますから、ここから B' イコールマイナスルート3の、そういうこれを使う解の公式でいきますよ、ね、B' を使う解の公式絶対覚えてくださいよ。もう覚えてない人はちゃんとそこからやり直さなくちゃダメだよ、ね、A 分の1です。 A 分の、ね、1だから書きません。マイナス B' プラスマイナスルート、さあいくらでしょう。 B' 2乗引く AC で1です。あールートなんか言いませんということでね、OK でしょう。1ということになりました。でさっきも言ったように、結局ねこのルート3プラスマイナス1両方ともあり得るんです。だからね、これとこれの2つあるからね。でちょっとやってみます。その続きいきます。1番で C イコールルート3プラス1の時の時ですよ、いいですか、そうするとこんな図になります。でことはだっけ、これが45度で、これがルート6っていうのが分かってるんですよね。これが2かということで、あとはこの角を求めるんですけど、ね、角を求めていくんですけど、さあここでどっちを求めるか、 A 行くのかそれとも C に行くのか、ちょっとこれ邪魔ですね、もういらないですね、この辺も消しちゃおうか、ね、これ B ですね。どっち行くか、はい、前回の動画を見てくれた人は、ね、これを恐れずに使ってくださいと、こっちの角 A にチャレンジしてほしい。角 A コサイン A イコール
ね、ここもギザギザですよ。ギザギザスタート。A、コサイン A イコール、ひょい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 と。ここまでね、最後ね、目標が、ゴールがここ。ということで、2、こいつこいつ。分の、また戻って、ね、これ2乗ね、すぐ2乗ね。で、2の2乗。で、引く、最後ここ。あ、3じゃないよ、6で。間違ってるな。時々書き間違いするからね。あの、親と思ってもね、あの、無視して聞いててね。で、6と。さあ、で、そうすると、2、2、ルート3プラス1。さあ、ここを計算したら、例によって、4プラス2、ルート3でした。3足す1を先にやる。ね。足す4、引く6で8の2か。2足す2ルート3ということで、実は22ルート3プラス1分の2でくくったら1プラスルート3。うわ、また例によってうまく消えてくれた。しかも2も約分で消えた。2分の1だとね。で、角度を求めるときにはね、基本的にコサインの方がいいんですよ。コサインの方が、コサインだと、コサイン A が2分の1だったらここに線引くわけですから、もう角は1個しか出てきません、ね、2つ出てくると、あ、どっちが正しいんだろうって話になっちゃう。正弦定理だと角が2つ出てきますからね、どっちが正解なんかなってなっちゃうんですよ、ね、だから、まあ、こうやって60の方もう、こうコサインの方でやれば確実に1つの答えが出ますから、で、よって A イコール60度、ね、これが60度と分かれば C は75度、ね、これ大文字の C はこう書いておこうか、ね、こうやって大文字の C というふうにやればいいわけです、ね、で、まだ終わっちゃないんだよ、まだ終わってないよ、1よ、まだこれがね。だから2の方、2の方がまだ残ってます。実はここにC イコールルート3マイナス1の時、ああ、ちょっと図を消してしまいましたが、こんな感じになるんでしたよね。45度でこんな感じのもあるんだよなっていうことでした。だってルート3引く1って 0.7 だよ、ね、人並みに溺れや引く1だから 0.732 みたいな、ね、そんな感じだから、またまた書け、また間違えた、ルート3がね、頭から離れてないね。はい、こんな感じです。ここ45度でした。だからあとはこことここを出せばいい、ね、で、これも同じです。この値を勇気を持って分母に、これもギザギザ例によってコサイン A だったらこういって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 シュッとね、もう赤で書かなかったら随分横着になっちゃったな。時点ですぐに次は2乗なんだっていうふうに、ね、頭の中にインプットしておいてください、ね、で最後にルート6の2乗で6を引いてやると、ね、さあ、さっきの計算とほとんど変わりません、ね、ここが引くになってるだけです。だから何が影響するか、ここが変わるだけです。結局ここが、このプラスが全部マイナスになるだけです、ね、マイナスになるだけです。でこの分母も、分母ももちろんマイナスですよ。でそうなると22ルート3マイナス1で、さっき言ったここのこの分使いましょう、ね、ほとんどに同じ計算だから2マイナス2ルート3ということなんですけど、どうしようか、2でくくってそのままいこうか。はい、2消えます。ちょっとこれどうですか、消えるんですけどマイナスになりますよね。引き算が逆ですから、消えるんだけどマイナス1になる。だからマイナス2分の1と、ね、マイナス2分の1ってどこだというと、ここですね。ちょっとさっきの図使わせてもらおう。マイナス2分の1はここです。ということは角度これです。120度、ここ120度なんですよ。120度なわけですよ。120度、45度、
ということはこれなんと15度というやけにとんがった15度ね、ということになるわけですね。まあどっちにしても予言定理でルート6を出さなくちゃい、あ違った、ここがルート3プラスマイナス1をね求めなくちゃいけなかったわけですよ、ね、まあいつものようにね予言定理でスタートすればいいんですけども、今日最初に正弦定理でもなんとかなりそうだねっていう話をしたんですけども、これはこれでまたあの角が2つ出てきましたからね。で60度だったらどうなるっていろいろ検証するわけ、計算するわけね、というような感じでやっぱ答えが2つ出てくるような問題もあるんだと、いいですか、ね、さあそれでもしもです、ちょっとまあこういうのもあるんですけど、例えばねもう勝手に変えちゃいますよ、45度変わらずね、でこれルート6でいいか、でルート6が、2.5 よりちょっとちっちゃいぐらいかな、ね、ぐらいなんです、 2.4 ぐらいなんですけど、ということで例えばですよ、これをもし4ぐらいにしてみようか、4、もしここが4だったらこんな感じで、もっと長いかな、3ぐらいでもいいや、ね、結構長くしてやると3、もっと遠くだな、こんな感じだね、もしここが3だったとするとって話しとく、一応ね、一応やっとくよ。でそうするとね、さっきはこうなってて、ここに二等辺三角形で 2,2 の可能性があるよって言いました、ね、じゃあ同じようにどうでしょう、これをこっちにもし3を持ってくるとここに来ちゃいますよね、3をもしこっちへ持ってくるとね、そうするとこんな三角形になっちゃうのかな、そしたら45度じゃないじゃないですか、もうこれ、ね、45度が全然関係ない角になっちゃう、ね、こういう感じで、もうこれだとおそらくね、まあ、計算しなくちゃ分かんないんですけど、例えば C イコール何々プラスマイナス何々と出てくるはずなんです、予言定理を使って C を求めると、ね、でそうなるはずなんですけど、実は負の数になる場合C は正の数なので、何々プラスの方がプラスの方しかありませんよっていう、そういうケースも中にはあります、ね、そういう可能性もあります。実はさっき確認しなかったんですけど、これ正の数です、ね、だから足し算も引き算も両方正の数だから、ね、やっぱり2つの可能性があるんだっていうことも知っといてください。さあちょっと変な図になっちゃったんですけど、ね、そうやって C が2つ出てきた場合に、ね、負の数は当然おかしいわけだから、ね、正の数だけを採用するっていう問題も中にはあります。そういう問題もあるんですけどね、まあ今回は両方正の数だったから両方きちんと続きの計算を全部求めてやらなくちゃいけない、ね、さあまあそんな風に前回が二辺とその間の角が与えられているとき、今回はそうじゃない場合、ずいぶん様子が違うでしょう。ということでね、まあ、実はこの手の問題、角度を求めなさいという問題には実は裏があって、ね、その辺については次回またお話をしたいと思います。これね、からくりがあるんですよ。だからそのからくりに気づけば、もっとこんな計算しなくてもさっさと答えが出るんです。それを次回やりましょう、ね、今日はまあここまでにします。じゃあお疲れ様。